ということで、今回はですね、個人事業主のですね、ママさんで、開始25日で月収30万円を達成されたですね、柿本舞さんと一緒に、動画を撮っていきたいなと思うんですけども、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ということで、まず最初ちょっとお名前なんですけども、柿本舞さん。はい、柿本舞です、はい。ありがとうございます。今どういったご活動をされていらっしゃる感じでしょうか。今は、はい、SNS クリエイターを、やりたい人に向けて、情報提供して、応援する、その良さとか魅力をアピールをして発信されていると、はい、代理店としても今ご活動されていらっしゃるっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにSYK の学科入られてからの期間っていうと今どれぐらいっていう感じですかね。今は2ヶ月目です。ちょうど2ヶ月目ですね。確か11月、先月今日動画撮ってるの2020年の12月なんで、11月の5日ぐらいからはい、スタートされてっていう感じですかね。です。ちなみに SYK の学科を知っていただいたのはどういう経緯で？私がプライベートでインスタグラムをしてて、はい、そこで白川さやかさんのインスタを見て知りました。なるほどですね。じゃあSNS クリエイターの、社団法人代表理事の白川さんのインスタを見て、はい。なるほどですね。見てというところからスタートでした。はい、ありがとうございます。もうインスタ見て、もうすぐにそこからちょっと問い合わせをいただいたっていう感じですかね。は、気になったので、とりあえず、LINE の方に、入って、聞きました。そうなんですね。かしこまりました。ちなみに今だいたい1ヶ月半から2ヶ月弱っていう感じだと思うんですけども、実績面で言うとどれぐらいの期間でこういう結果出たとか、あとは差し支えなければインスタグラムとか、あとはそのね、LINE の、リスト数とか、そういったあたりもちょっと教えていただきたい、嬉しいなと思うんですけども。初めて、1ヶ月目で。1ヶ月目。見込みのお客さんからちょっとお声をいただいて、それでお話をさせてもらって、契約に一件つながりました。なるほどですね。ご契約に、つながったと。はい、はい、素晴らしいですね。で、売上でいうと月商で30万円と。はい、はい、いうところと思うんですけども、実際今ってインスタグラムと LINE のリスト数とかってどんな感じですかね。インスタグラムは今2000人フォロワーが昨日達成しました。おめでとうございます。やっと2000人フォロワーね、大台を超えたということで、LINE のリスト数でいうとどんな感じですかね、読者さんの。77人います、ね。いいですね、77人。だいたいラインアットもね、50人超えてきたぐらいからだいたい売り上げがね、上がってくると思うので、これも結構順調な、ペースかなと思いますね。で、今回ですね、柿本さんのインスタグラム、実際ちょっとこちらにですね、画面に表示させていただいてるんですけども、インスタグラムとかになんかこういうとこ気をつけてますとか、デザインとか統一感もそうだし、発信の内容とかで、なんかポイントとかってありますか、柿本さんなりの。私が、大切にしてるのは、いろんな人とコミュニケーションを取ること、コメント周りとかいいねをしに行って、で一人一人とお話をこうたくさんできるように、コミュニケーションを大切にしてます。コミュニケーション大事ですよね。結構 SNS ってつながってる人たちとのそのコミュニケーションによって結構やっぱ信頼っていうのがね、構築されていったりもするんで、特にインスタもコメント周りですと、はい、コメント周りが結構重要であると、はい、ということですね。なるほどです。ちなみになんか投稿面とかで意識されてることとかってありますか、日々の。私が3人のママなので、はいはいはい、みんなが
それその記事を見て、うん、癒しになるような記事になるといいなと思って投稿してます。癒しになるような、はい、あ、なるほどですね。ママさんが、癒しとなるような、まあ、読者の方ですかね、ターゲットの読者の方の方の癒しに、なる投稿と、まあ、いうことで、まあ、本質としてはやっぱその自分のフォロワーの人たちがやっぱ見たいものをやっぱり投稿していくっていうのがね、あのユーザー目線としてもやっぱすごい重要なところって感じですかね。うんうん、であと最近あれですよね、まあ、ずっと文字投稿もずっとされてたんですけど、最近からちょっと文字投稿もね、デザインまた変えて、途中から切り替わってね、白い形で統一感されてると思うんですけども、まあ、こういうふうにちょっと切り替えていったいきさつとかっていうのはどういったことがあったでしょうか。は、最初投稿してる時に、うんうん、なんか統一感が欲しいなと私の中で思ってて、うんうん、それで統一感を出すためにちょっと投稿を変えてみようと、うんうん、試みた感じです。統一感を出すためにちょっと投稿のもうデザインを変えてみたと、うん、はい、はい、ありがとうございます。変えてみたと、これこの動画をね、見てくださって皆さんもそうなんですけど、まあ途中まで来てちょっとやっぱフォロワーが伸び悩む時期だったりとか、まあちょっと統一感が違うなと思ったら、まあデザインを一気にガッとね、変えてみるっていうのもね、一個施策としてはありかなと思いますので、まあこの辺はね、ぜひ皆さんも参考になる部分ね、たくさんあるんじゃないかなというふうに思います。はい。そうですね。他なんか、インスタグラムでなんかありますかね、こういう、まあ、例えばなんかストーリーとかこうした方がいいみたいな、まあ、もしくはなんかハッシュタグだったりとか、なんか、うん、もしお店を宣伝している個人、はいはい、従業主さんがいるんだったら、うんうんうん、そのプライベートと、その人のプライベートと、うんうん、あとお店のこととかをストーリーで交互に出した方が見る側も楽しめるかなって私は思うんです。うんうん、うん、あ、なるほどですね。交互に出していく、結構ストーリーはすごい重要で、まあ、インスタグラム24時間消える魔法の動画、まあ、ストーリー機能っていうのがあるんですけども、まあ、ここで、実際にその撮影の舞台裏みたいな、まあ、今の仕事をしてるところとかそれだけじゃなくて、その例えば店舗だったらそのスタッフさんとの雰囲気の、オフの時のね、動画だったりとか、ね、そういうのが、だからうちも結構、結構真面目な配信もインスタでも結構してるんですけど、オフの時の配信だったりとか、会社メンバーのね、休日みたいな、スタッフで旅行行った時とかそういうのアップしたりもしてるんですけど、まあ、こういうようなちょっとした裏側も覗けるようなストーリーをしていくと結構面白みがあるんじゃないかと、うん、うん、よくですね、確かにこれはね、うん、結構めっちゃ重要なポイントですね。うん、じゃ次にちょっと LINE について聞いていきたいと思うんですけど、なんか柿本さんが LINE の配信ではもうこういうとこ意識してますみたいな、はい、なんかそういうのがあったらね、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけども、はい、LINE ではなんか勧誘とかじゃなくって、うんうん、どういうふうに人生を変えていったらいいっていうアドバイスみたいなのを、うん、ちょっとのノウハウっていう、マインド、うんうん、ノウハウよりもマインドの方が大切かなって思ってるので、うん、いい情報を発信しながら、うんうん、なるほど。ね、あ、でも分かりました。あれですよね、結局お役立ち情報とか、まあ、もちろんそういうのも大事なんですけど、そういうのだけ配信しているとしたら、別にそれってなんかニュースレターとか、ね、普通の、ね、新聞みたいなそういうのと同じ感って、あんまり面白みがやっぱないし、どっちかってやっぱそのマインドっていうか、そうですね、やっぱ考え方とか、やっぱ人のなんていうんですかね、そのお客さんに一歩踏み出させてあげられるような後押しになるような配信、はい、まあ、例えばね、この動画を見てくださってる方、例えばダイエットコーチしてる人とか英会話コーチしてる人とか、まあ、それこそね、もう歯科医をやってますとかクリニックエステとかいろんな人いると思うんですけど、お客さんにエステに来てもらうために、お客さんに、ダイエットに興味を持ってもらうために、お客さんに健康に例えば興味を持ってもらうためには、僕らだったら SNS に興味、マーケティングに興味を持ってもらうためには、どういうふうな、
発信をしていったらお客さんに、ね、よりあじゃあもうちょっと SNS マーケティング学ばないといけないなとか、どうしたらもうちょっとじゃあダイエット今すぐやらないといけないなっていう風な意識をやっぱりちょっとずつ、高めていくような、まあ、そういったやっぱり配信をしていくっていうのがやっぱすごい重要っていうことですよね。はい、うんうん、そうね、だ結局あれですよ、なんか予備校とかもそうですけども、いくら勉強のやる気がない子供にいくらですね難しい勉強したところで、そもそもやる気がなかったらその授業も受けようってならないので、まあ、まずはね自分の話を聞いてもらうためにも、まあこういう、あなるほどね、じゃあこういうこと、例えば柿本さんだったら、まあ、SNS クリエイターとしてその SNS でフォロワー増やしていくということ、専門知識あるんで、じゃあそれをなぜ今 SNS でフォロワー増やす必要があるのかとか、 SNS を使った先にどんな未来が待ってるのかとかっていうところの話の方が実はめっちゃ重要っていうことですよね。あ、そうです、うんうんうん、いや、ほんとこれ重要っすよね、マインドの配信ね。うん、確かに、はい、ちなみに結構 LINE の配信とかで結構柿本さんもなんか配信見ててうまいなと思うんですけど、あんまり長文でガッと送らないじゃないですか。あ、なかなかと、ね、うん、なんか長いのが私がちょっと読むのがちょっと苦手なので、うん、短文で、短文の方が多いんですね、うんうんうん、なので短文を意識してこう読者の方にも読んでもらえたらなと思って、うん、なるべく短くしてます。やっぱ読みやすいっていうのが大事ですよね、はい、そうですね、読みやすいのが、うんうんうん、かしこまりました、はい、ということで、じゃあ次ちょっと聞いていきたいと思うんですけども、まあ、そもそも、弊社ですね、SYK の、まあ学科に、入る前と後でのちょっと、心理面的な変化とか、まあ、結果的な変化ももちろんあったと思うんですけど、いろいろ聞いていきたいなと思ってて、うちの学科入られる前って何か他に今まで副業とかビジネスをもうすでにされていて、売り上げっていうのは立ってたっていう。まあ、本業で、お仕事はしてます。本業で仕事はしていると。はい。でもビジネスは未経験でした。ビジネスは未経験と。はい。なるほどですね。ということは、で、その時って結構どんな感じでしたかね？本業だけで生活してた時って。結構生活面であったりとか。そうですね。本業でやっとって、本業で一緒に旦那と稼いで働いているときは、うんうん、普通なんかもう残るお金はまあ微々たるもの、うんうん、まあ生活がギリギリっていう感じです、うん、はい、生活がギリギリ、うん、なるほどですね。ちなみに、まあ、未経験からね、スタートして、もう1ヶ月ちょいでもう収益を上げてしまうってね、結構すごいなと思うんですけど、実際にある程度やっぱ収益が上がった後っていうのは、とかどうですかね、なんか気持ち的にとか心理的な変化であったりとか、まだその SNS クリエイターっていう、まあ、そのスキルを身につけたことで、何か変わったところとか、ちょっとあれば聞いていきたいなと思うんですけども。は、今まで、もう普通に子供と接するのに、うんうん、笑顔で接してたんですけど、はいはい、よりなんか毎日が楽しくなっちゃって、おい、 いいじゃないですか、あ毎日が楽しくなってしまうと、なんか SNS で自分のことを発信するって、うん、自分のことをなんか家では、うん、なかなかあんまりこうアピールとかできなかった部分があって、うん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 、誰かに話を聞いてもらうっていうのが楽しさ、うんうん、がなんか一つ増え、楽しさが一つ増えたと思って。素晴らしいですね、楽しさが一つ増えたと、はい、で楽しみながら収入を得る、うんうんうん、ので子供にも優しくなれて、うんうん、まあよりなんか笑顔で接することもできるようになった、うんうんうん、することもできるようになったと。あ、これ結構大きな変化ですよね。はい、うんうんうん、以前は結構あれですか、毎日なんか今日一日のこととかそういうのがもう楽しくてもう止まらないみたいなってことは、うちの学校帰る前はなかった感じですか？こういう、あ、今よりはなかったかもしれないです。ああ、なるほどですね。まあ、毎日なんか、うん、まあ
通勤時間とかいろいろあったので、まあもういつもなんか走り回ってるママみたいな。あーなるほどですね。それが今もうね、スマートフォンでいわゆる在宅でオンラインでも、仕事ができるっていうね、はい、あの形になってるので、まあ、本当にもう今時の最先端の働き方っていうのも確立してしまってるっていうわけなんですけども、なるほどですね。あとあれじゃないですか、やっぱずっと家で仕事できるからこそやっぱお子さんと入れる時間もなんか増えたりとか。そうですね、保育園を休ませてお家でできるので、保育園でいつも風邪とかをもらってたんですけど、はいはいはい、そういうことも全くなくなって、うん、病院にも行かなくてもいいので、うん、なるほどですね。はい、ね、でも在宅だとしかもなんか安心っちゃ安心ですよね。そうですね、うん、なんか事故とかもそういう巻き込まれないし、うん、家でも安全なんで、うんうん、はい、いや素晴らしいですね。なんか今後の展望とかってあったりされるんですか？これからはちょっと柱を増やして、うんうん、しっかりあの子供たちのなんか習い事とか、うんうん、あと将来に向けての資産作り、うんうん、資産って言うかな、私収入の柱を増やして、まあ、資産作りと、はい、うんうん、はい、ではね、これでいよいよラストのね、最後の質問になるんですけども、まあ、この動画を見てくださっている皆さんで、まあこれから SNS をちょっと始めていきたいけれどもとか、まあ、あとこのチャンネル結構集客、やっぱこれから強化していきたい方も多いと思うんですけど、そういった方に向け何か一言、柿野さんからお言葉があればちょっとぜひいただけたらなと思うんですけども。あ、はい、はい、ビジネス未経験のママでも、はい、できたので、子供も3人いて、うん、まだ3歳、2歳、0歳でも、うんうん、小さくてもできるお仕事ってなかなかないと思うので、うんうん、もし人生を変えたいっていう方がいるんだったら、うん、ぜひあの お話をしてほしいです。うんうん、あ、わかりました。結構ね、僕の YouTube チャンネルとかもですね、もう、だいたい半分は男性で半分女性みたいな形なので、ぜひ、まあ、今ですね、まあ、どうしてもやっぱ忙しいとか、子育て終わってしまい、だけどやっぱビジネスで収益を作っていきたいという方もですね、ぜひ、今回の動画を、まあ、きっかけにですね、まあ、ぜひ、柿本さんね、一応概要欄にも LINE 貼ってあるんですけど、柿本さん LINE ね、ぜひ登録していただくのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、でまあ、柿本さんもね、LINE アット、まあ、非常に結構配信上手なので、まあ、ぜひね、登録、概要欄に貼っておりますので、今登録していただくと、プレゼントがなんと2つに今回ちょっとついてくるということで。はい、そうです。これね、月プラス5万で収入を得るエッセンスクリエイターの取説と、インスタ22日間で1000フォロワーを達成したノウハウと、まあ、いうことでですね、まあ、結構濃いめの内容になってますので、まあ、ぜひこちら皆さんね、概要欄からぜひチェックして、プレゼントもゲットしていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということですね、柿本さん本日は、お時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。